パラサウロスってパラサウロスレベルな。やるやるやるやろやら、もう後ろもんなんて何もないんや。周り寄ったか、どこ行った、あどこ行った、あうんちした、うんちした。皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今回もアークやっていきたいと思います。あのね、勝手に家壊しちゃったんだよね、これどうしようかな。これフレンドが作ったお家なんだけど、勝手にドアをね、あのバラしちゃったんだよね。これドアだけ作っておこうかな、これどうしようかな。またこれ何もない状態から始まるからな、うん、まあここを拠点にやっていくのもねありかなとは思うんですが、いやー今回ちょっとねこれしくったな。レベル弱いと思って戦いを挑んだやつ強かったな。いやあれ誤算だった、私の完全なる。いやーちょっと気をつけてね、敵のレベル見ていかないとね、カメラ余裕だっつってね戦いを挑んでね、余裕じゃないっていうね、そこだけはね気をつけてね、アークやっていきたいと思いますよ、はい。あなんか寒いマークになってるな。ここら辺は寒いんかな、ここら辺は寒いんかね、これどうかな。とりあえずウッドが欲しいな。基本的なものをねやっぱりこれ作りたいね、うん。ザッチとザッチだけかな、ウッドが手に入らんかな。どうや、あー手に入らん、これ完全に木ですよ、これ完全に木なんですけどね、木が手に入らんという事態でございます。こちらだから細い木の方がええんかね、これ細い木、こういう木かね。とウッド私にくださいませんか。ザッチ、ザッチだけだなこれ、あーザッチだけか。いやこれ木なんですが、あのウッドが手に入らんってどういうことでしょうか。こちらなかなか手に入らんね、みんなねえ頼むよ、体力がなくなってきとるんや。あ来た来た、ウッド来た、やっと来た。あとはね石ころが手に入ればね、あの基本的なものが作れるかなという感じでしょうかね。石はね下の方行かねえとないんじゃねえか。どうやったかなこれ、あったかね、この近く、あったかい、あったかい。あ恐竜だ、強いかな、どうかな、レベルどうかな、よかったら倒したいな。レベル7か、やるか、もう失うもんないしな。パラサウロスってパラサウロスレベル7、やるやるやるやろやら、もう失うもんなんて何もないんや。周り寄ったか、どこ行った、あどこ行った、あうんちした、うんちした。あれどこ行った、パラサウロス逃げ寄ったか、恐れるなして、逃げよったか、消えたぞパラサウロス、マジか。あら本当にいなくなっちゃったのこれ。いやそういうことをしたかったんじゃないんですよ、なんかまるで私がいじめたみたいなさ。いやいや違うんです違うんです、私がしたかったこととはちょっと違うんです。こちら石手に入らんかよ、ここら辺で石っころ、石っころくれんかい、ストーンが欲しいんや、ストーンが、ストーンないなここマジでないなこれ、あらららら、よいしょ、ないね、これね、ないね、よいしょ、この家からちょりっと拝借して作らさせていただきましょうかね。こちらアイテム入ってたよね確か、ボックスの中に。ちょっとアイテム頼みます。ねこれでね、これえないんだけど、あれアイテムないんだけど、あらなくなってんのこれ、いらねえアイテム入れとこうか。毒物なんだこの黒と白のやつ、あれさっきアイテムあったよね、盗まれたもしかして、えそんなバカな、そんなバカな、クレーナ何も見えんぞこれ、クレーナしかしよ、なんか作らんとまずいぞ、下降りるか、下下段できるかな、ここら辺下降りんとまずいな、何にもねえぞここら辺、積むぞまた、あー確実に積む、あぶねえなこれ、早いところ、あストーンやっと手に入った、明かりとさあのピッケルあたりをね作りたいな。ここ大丈夫、急じゃなかったっけ、降りれたっけかえこれ、あー下ってる下ってる、大丈夫かどうかわからんけど下ってる、ちょっとクラフトクラフトなんかできんか、落ちしたねまた、出るもんは出るんだね。さて、
トーチな、全然足りんな、これ。あ、ザッチ。ザッチがねえな。木を砕くべ？木とか。木とか石とかなかったっけ、これ。これ機械？なんや、これ。暗くてよう見えんぞ、これ。あ、石だ。ストーンと、フリント。あ、そう。これ欲しかった。よしよし。ナイス。いいぞ。よし。暗い、怖い。どうしよう。なんか手に入らんかね。あ、木の実ちょっと食べとこうか。コリコリっと食べれるのは、ちょりっとだけ食べて、空腹を満たしましょうかね。さてと、いけるかな、うまく。いや、うまくいかんとね、困るんですな。こちら。あー、なんかあっちの方光ってんな。誰か燃やしてんのかな、俺。これをちょっと倒しましょうか。素手よりこっちの方がね、素材が取れるから。ザッチが頼む。うっとこい。来ねえ。全然来ねえ。来る気がせんかったな、今な。全部ザッチやったな。いやー、やっぱり早いとこね、斧を作らんとね、ダメやの、これ。ダメやが、敵も倒さんとダメやぞ、これ。積むぞ、これ。早いとこ倒さんと。敵おらんかい。簡単に倒せそうな敵おらんかい。さてどうかな。ここら辺にいらないかな。何もいないな。パッと見何もいない。やっぱ下の方に降りていかないとダメかな。ここら辺だいぶ下ってきたね。降りれんかい、これ。急だね。大丈夫かな。ザザーっといた。大丈夫か。いけるか。さあ、弱い敵がいたら早く倒したいね。弱い敵か、あれ。どうやろうか。ああ、何匹かいるね、弱そうなやつ。弱いといいんですが、これ、何レベル？あ、レベル2。買われてね、これ。大丈夫か。よし、素手でいこう。もういい、何でもいい。素手でいこう。これ飼われてるんじゃない？名前ついてるような気がするな。気のせいかい？やべえな。なんか名前ついてたよね。ちょっと離脱しよう。やべえ、空腹や。大丈夫かな。この辺で巻いたか。追ってきてない。うんちした。あ、来てる。おいで、やれる？なんか名前ついてるような気がすんな。誰かのペットかな。やべ、2匹相手はつれえぞ、これ。えい。ということでね、非常にね、難しい感じのゲームになっております。いや、早速ね、実を言うとね、腹ペコなんですよ。なのでね、今回はね、ちょっとまったりゆったりと。いや、今回もですね、いつもね、まったりゆったりやってるんですがね、今回もまったりゆったりね、やらせていただければと思いますよ。はい。先ほどちょっとね、人肉の方をこう手に入れる、ちょっと待って、ことができたので、ちょっとね、お肉の方をね、早速やりたいと思います。はい。勝手にね、ちょうどいい家を見つけまして、私はその家で、生活をしております。はい。いやー、よく作ったね、こんなにっていう感じのね、お家がね、こちらにありますな。ここを今回の拠点としてね、勝手にね、やっていきたいと思いますよ。これちょっと、これ開けさせていただいて、よいしょ。ちょっと待って。カメラがね、荒ぶるんですな、こちら。よいしょ。で、ここにキャンファイヤーがありますので、こちらでね、さて、ちょっと焼かせていただきましょうか。お肉。肉と、ウッド。はい、ウッド。はい、OK。よし。で、マイスト。早くできんかな。結構お腹やばいんだよ、今。早くね、1個焼けたらね、早速ね、チョリーンといただこうかなという感じでね、今回もね、やっていきたいと思いますよ。
いや今までね、まあ、どういう風にアークをやっていたかね定かではないんですが、あ、焼けた焼けた、よしよし、これちょっと早速さ、これよしよしよし、腹ペコなんだよ、腹ペコ、よし、ふー、よかったよかった、ぐーんとこれ体力の方がね、体力じゃねえよ、お腹の方が満たされておりますよ。もうちょっとこれ早く焼けんがや、これもうちょっとぐーんとお腹の方をね、あ、来た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 、よかった。ちょっとアイテム整理もしとこうか、勝手にねこの家を拠点としてね、使わせていただくにあたりね、ちょっとアイテムの方をね入れておこうかなと思いますよ。めっちゃ入ってんじゃん、この家すげえな、これマジでいらねえもん、あ、私これ使えないからこれ入れとこうか、うん、さて、これぐらいか、なんか使えるもんあったらこれ取り出していきたいんだけど、これいらないな、これ入れとこうか、ここに、うん、まあ勝手に人んちでね生活しとるわけなんですが、あ、いいねいいね、足いただこう、足いただこう、代わりにいらねえもの入れとこうか、何がいらねえ、これいらないんだろう、これなんだろうな、これ入れとこう、あ、いいよ、オッケーオッケー、これぐらいでええかね。さて、お肉は焼けましたかね、よいしょっと、よいしょ、あー、よかった、焼けた焼けた、これでとりあえずしばらくの肉を確保できました。で、これ足な、足ちょっと装備できるで、足装備して他になんかクラフトできるかね、頭、あー、水筒か、水筒いいね、水筒作って、あとは、頭、うん、頭とね、どうしようかな、腕らへんもいけそうだな、腕もいこうか、腕、よしよし、オッケー、でだな、頭の方はまあ毎回やっとる通り、これこちらで、これな、うん、これで、あと腕も装備できるから、よし、腕も作って、そういえばなんかクラフトができるかね、これポイントが溜まっとる、ポイントがね5個あるんだな、これなんか作れんがね、ポイントがね足りないんですな、足りないね、レベル上げないとダメだね。望遠鏡とか作れるんだけど、望遠鏡はなんか素材がいろいろ足りんかったような気がするな。他に作れるもの、まあこの辺を拠点として勝手に使わせていただいてるんでね、箱くらい作ってなんか私のアイテムをこう残しとくというのも一つの手ですな。やたら腹すくの早えな、これやっべえぞ、これちょっと狩りに出るか、狩りに出ましょうかね、今回もなんか弱っちいやつがいたらいいんだけど、さっきね録画する前にね、サソリちゃんにやられたんです、私危なかった、死ぬところだったんです、サソリに、うん、危なかったんや。ということでね、これで、あ、そうだ、水もちょっと飲んどこべからね、ここすぐそこ川なんや、ここ川でちょりっとこれお水を飲ませていただいて、あ、私これ水筒作ったんや、水筒にちょっと溜めとこうか、よしよし、オッケーオッケー、出たな、恐竜、だってこれ恐竜の前に、あれ、これちょっと木の実とかを取らせていただきましょうか、私こういう感じなんだね。なんか前回ぐらいでね、仕様の変更がなんかで、これ見れないっつったんだけどね、見れました。え、何なんだろうね、たまにこれ入るんですね。あ、それだ、やべやべやべ、ちょっと待って、やべえよ、みんな、ちょっと待って、